森の賢女は魔女として家系代に送られ、後に私は彼の死を知る。世界から虐げられた者同士が傷を舐め合っただけの幼い恋だと君は笑うだろうか。やがて走り出す夜の復讐劇、第7の地平線、物語は続く。さあ、お父上がお待ちです。